はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は発売野望現代ボットトルコの野望を続けていきたいと思います。今回はですね、まずクエートシティの攻略を行ってイランとの戦争に弾みをつけていきたいなというふうに思っています。じゃあ、まず空軍の展開をね、先に始めていきましょう。時間を進めながらになります。クエートシティ上空にね、軍を展開していきます。空軍ですね。で、あとはトルコからイランに対してもう国境を接してはいるので、一部の軍に関してはもうイランの上空に軍用機を派遣して、動向をね、確認していきましょうか。で、今回投入する、クウェート戦に投入するものに関して言うと、第3軍を投入していきます。そして、空母がついに研究完了。いいね。あとはですね、この先、強襲上陸を視野に入れておきたいので、強襲上陸作戦の、作戦効率を上げられるようなものをちょっと入れておきましょう。研究で強襲上陸力を上げておきます。で、生産のラインの方なんですが、早速じゃあ空母で建造として着手していきましょう。ようやく我が軍にも空母が配備されるということになるので、空母をね、うまく使っていきます。で、クウェートに対して宣戦布告完了するのが、一応今のペースでいくと2022年の10月25日。まあ、ちょうど1年後ですね。ゲーム上のスピードで言うと。今、画面の右上に2022年10月20日と出ているので、ごめんなさい。もうすぐだ。もうすぐ、戦争が始まる。なんてことだ。もう始まってしまう。戦争を始めよう。で、今足りないのが民事工場が足りないって話になっている。国家方針は、インフラを、整備して、資源不足。まず、タイからゴムの輸入を少し減らして、うわ、本当だ。いつの間にか全然民事工場がなくなってる。こんなことが、マジですかい。ロシアから鉄の輸入も少し減らして、その分、タングステンの輸入に切り替えよう。これで大丈夫なはずだ。で、民事工場の建設は、この後、入ってはいるので、建設が終わるのを待って、さらにね、輸入の調整をしていきましょう。輸出入の調整をしていきましょう。で、クウェートに対して戦線を布告していきます。さあ、どんなもんだ。クウェートよ。我が軍の力を思い知れ。で、強襲上陸力を上げていきたいので、このまま強襲上陸を強化していきます。で、マルチロール機、もうクウェートシティ早いな。クウェートシティは、すべてを割譲させる。で、この後だよね。どこを作戦目標にするか、本当に悩ましいですけど。一旦マルチロール機、2020年のものを入れておきましょう。で、早速資源不足、鉄が不足している。いやー、厳しいね。で、鉄不足になっちゃうんだな。石油がね、もうあまり有り余ってるね。石油が。で、建設の方は次の9。もうちょっと時間かかるんだな。まあ、一つ民事工場完成間近ではありますけど、もう少し時間がかかりそうですね。民事工場が。住宅に建設されてくるのは。これいつもパターン的にね、コメント欄とかでも、いろいろとご指摘いただく部分にはなるんですけども、民事工場、もうちょっと建てた方がいいんじゃないのと、序盤で。おっしゃる通りですね。今回もやってしまいました。軍事工場、ばっかり建ててたんで、民事工場不足で輸入がね、滞っちゃってますが、巻き返していきます。で、空母の建設に力を入れたいので、フリゲート艦と、あとは潜水艦の数を減らして、その分、
鉄が足りていないですが、空母建造に資源の集中を行っていきます。で、次の標的イランでいいのかどうかっていうことだよな。例えばここナゴルノカラバフに関して言うと、アルメニアから独立保証を受けているので、ここに仕掛けるのはありえないね。ロシアに関しても、同じだよね。まあ、アルメニアと、この、ナゴル・カラバノフをまとめて食うっていうのもありだとは思うんですが、これそうするとですね、ロシアの陣営、CSTO に入ってるんで、ロシアと開戦することになるので、それはまあ絶対にありえない。となると、もう行き着いた先はですね、まあ、一つは、レバノン。まあ、ここの攻略。まあ、ただし、レバノンも外交を見ておくと、近接している、まあ、イスラエル。ここしかもう残らなくなっちゃうんで、まあ、イスラエルはね、アメリカから独立保障を受けている以上、まあ、レバノンを攻略したとしても、対しているものがないっていう状況なんですよね。じゃあ、サウジ？サウジの場合どうなんだろうね。サウジは、アメリカに対して軍事通行権を提供していて、半島の盾にはバーレーン、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦と一応同盟を結んでいるっていう状態ですね。だからまあ本当にここですよね。アラビア半島をどうするか。各国の軍事力も一応確認してから仕掛ける先を確認する。まずサウジに関して言うと、師団数がマックス34、アラブ諸国連邦は13、オマーンが42か、結構ごついな。これそうするとカタールも含めて、まあ、この陣営と戦争した場合、総力戦で勝てるかどうかちょっと微妙な情勢だな。そのリスクを冒して戦うのかどうかであれば、イランとことを構えるというのもありだよね。やっぱりイランなんだよな。ただイランは前々回ぐらいの動画の中でも話したと思うんですけども、ロケアの段階ではイランに勝てなかったので、まあ、ちょっとそこはリスキーな部分ではあるかなと思っていますが、手をこまねいているわけにはいかないので、いよいよじゃあイランとの戦争を見据えていきましょう。イランに対して宣戦布告の準備を始めます。1年ぐらいどうせまたかかると思うので、そうだね、1年かけて準備を行っていきます。早速じゃあ軍を展開していきましょう。まあ、どういうね、軍展開にするかっていうのももちろん重要なんで、テヘランまで一気に軍送り込めればいいですけどね。第2軍と第3軍主力のね、軍を送り込んでいきましょう。これだけだともちろん心配は尽きないので、予備戦力として、投入の準備も進めていきます。でこれ2つにちょっと割ってですね、第5軍は割って片方に将軍を割り当てて、北部からもう進撃をさせましょう。イランに対して総攻撃を仕掛ける。で、さらに強襲上陸も行いましょう。どこに強襲上陸をかけるか。このあたりにね、強襲上陸をかけていきます。で、研究枠もね、使っていきたいので、研究枠と、あと、国家方針も定めていきましょう。まず先に国家方針やっちゃう？合成石油とかいらないので、新しいものへと注力をかけていきましょうか。まずは政治力を確保しておこう。で、強襲上陸力はさらに、アップデートをかけていきます。で、ドクトリンもここで更新がかけられるので更新しましょう。
で、もう一つ使える、これ何に使うかだな。まあ、無難に、2025年の主力戦車、研究始めましょう。最新鋭モデルの研究へと着手を行っていきます。あとは補給マップもこの後確認しましょうか。補給が行き届かないパターンあるからね。軍を喜び勇んで展開したものの、蓋を開けてみると、全然補給が行き届いていないパターンあるからね。補給は大丈夫だね。でもね、OK だ。補給が大丈夫であれば、多少の安心感はある。で、他空軍の展開も、こうなっていきましょう。マルチロール機、240機。これを配備して、イラン上空の制空権、取りましょう。あとはですね、空軍。続いて、海軍も展開。海軍は、どうしても欲しいペルシャは、ここの制海権を確実に、しかも永久的に取れるように、艦隊を送り込んでいきます。こんなところですかね。で、思想もちょっと考える必要があるけど、ちょっと無駄にやっちゃったけど、戦車への特化は入れて早々に研究を進めていきたいので、切り替えを行っていきます。まずは強襲上陸力をさらに積み上げます。強襲上陸を確実に完璧に完遂するために。で、それに伴って、この辺りから今後を見据えて、海軍のドクトリンも研究していきます。マルチロールは F35 から TF23 へとアップデート。で、さらに、どうだろう、建設も順調に進んでるので、一旦資源の鉄をもう少し輸入しますか。だは、輸入ができない。本当に鉄が足りないんだな。まあ、そのイランに鉄が埋まってるのかどうかっていうのもちょっと気になるけど、あ、埋まってるね。ちょっと見づらいと思うんでちょっとアップにしますが、ここに鉄119、テヘランに119ある。これ取ったらでかいよ本当に。ドイツから民事工場1、ありがたい。なんていい国なんだ、ドイツ。本当にこのタイミングでのドイツからの支援は、でかすぎる。資源マップじゃない、供給マップもう一度見ておくと、まだ余裕あるね。こうやって見るとね。であれば、第1軍。改めて第1軍になったんだね。第2、第3、第4、第5。このうちの第1軍を今後増強をかけていって、第1軍をどこから攻略させていくかだな。第1軍が何かに長けているわけではないので。第1軍は第1軍で、テヘランを目指しましょう。で、国家方針は、この後、砲兵特化行くよりも戦車特化が欲しいので、先に戦車特化に向かって邁進していきます。で、第1軍に、師団の補強をしていきましょう。ちなみに、師団編成はどうなっている？前回変えた記憶があるので、確認しましょう。特に、こう、大丈夫だね。16か。16だったらこれをさ、18、正面戦闘幅20に調整していきましょうか。で、通信、応急。最後に、野戦病院。これってどうだ？問題ないんじゃないかな。第一軍の増強も順調に進んでるね。で、ドイツが投資してくれたおかげで民事工場が増えたんで、ここでようやく輸入で全ての資源が満たされる状態になりました。
改めて、供給マップ、問題ないね。供給マップ問題ないんだったら、上からも攻めたいよな、もうちょっと。ここに、北からも軍を一気に送り込もう。しかも、盾に。これで敵を、縦横に切り裂く。まあ、予備兵力がなくなってはしまいましたね。で、これに合わせて、各国に対して、しっかり外交展開も行っておきます。関係改善。オランダ。まあ、いざこざが起きていたギリシャもね、ここは一度水に洗い流しましょう。トルコとギリシャ仲いいイメージないですよね、実際。なんか紛争に介入してとか、そういうイメージがあります。おぉ、ここで研究が一旦いい頃合いになってきたね。よし、強襲上陸は全部アップグレードかかったね。じゃあ、ここに来て、母艦の次のフェーズに入りましょう。よっしゃー、イギリスも。いや、これだよね。各国に対して外交を展開しておく一番のメリット。困った時に助けてくれる。原子力空母にしちゃおう。先に。で、外交の続きです。スペインに対しても、イギリスに対しても関係改善。フランス入れたよね。入港権の要求しちゃいます。で、もちろん、アメリカ。アメリカに嫌われたら終わりだから。常にアメリカの顔色を伺いながら、世を渡り歩いていくしかない。中国、ロシアに対してもそろそろ色目を使っておこう。これぞ、三枚舌外交。こんなとこですかね。で、陸軍は、研究特化に進んでいこう。おー、これでイランとの戦争が始まるぞ。イランとの戦争が始まるぞっていう段階に入りましたので、どうしよう。このまま、行く？セーブをして、タイムリープするパターンも用意しておきたい気もするんですが、まあ、ちょっと今回は、ガチンコで行きましょう。改善する前に最後にもう一度、トルコの師団数。109。イランは139まで大増強してんな。1年間の間に130まで増やしたんだね。1年前は90だったのに。しょうがない。ここはじゃあ、イランに対して、戦線を、布告、して、いきます。ちょっと時間の進みは遅めにして確実に戦況を見守りましょう。各方面有利に戦いが進められるのが大前提だからね。強襲上陸がハマってくれたら即座に支援を行っていく。ちょっと待ってね。大丈夫だね。供給マップは問題なさそう。まずは強襲上陸がね、うまくいってくれること。それが一つ、重要なファクターなんですが。おっしゃー。港を押さえてたから。で、こっちの方は、なんとも言えない状態だな。一旦強行を入れておいて、持ちこたえさせるしかない。強襲上陸がうまくいくのか、一つ。あとは各戦線で戦えるのかが一つ。今見たところだと、まずは、あ、先に、じゃあ、せっかくなんで、テクノロジーリフレッシュをかけちゃいます。研究もアップグレードをかける。強襲上陸はうまくいってますね。
なので、強襲上陸うまくいった部隊を使って、ここは手っ取り早く、攻撃できるように、進軍を開始します。で、他は問題ないでいいのかな？まあ、順調なようには見えるけどね。おー、空母の原子力化が進んだね。じゃあ母艦の2、この研究を始めましょう。イランもさすがにね、軍を国境に集中配備してると思うので、強襲上陸した部隊がうまく機能してくれれば、一発逆転、いい感じで推移できる可能性残してますからね。で、軍をうまくね、敵も分散させることができたら、まあ、なお良しという部分もあるので、この強襲上陸は、今のところ、まあ、プラスに働いていると信じたいんですよね。ちょっと時間の進み、早くします。なんとか軍はうまく、前へと進んではいる状態なので、どっかで戦線が崩壊しないように、常に注意を払っておきます。戦線が膠着している。うまくはまってくれて敵の師団を数十個単位で壊滅させることができれば戦局は一気に動きますからね。それはただ逆もしかりで、我々トルコ軍が同じことを食らう可能性は十分にあるので、注意はね常に怠らずにしておきましょう。まずここは一気に包囲戦に持ち込む。4手段を壊滅させる。壊滅させたね。 OK だ。この調子でいこう。ここも敵の、7手段を壊滅させたい。前後から攻撃して敵の7手段を壊滅させる。これが叶ったら南部の戦線はだいぶ有利にね、展開できる状態になると思うんですが、まあ、ここはうまくいくかどうかはクエスチョンですね、まだ。ただ、ロケハンの時よりかはだいぶ、順調に戦いは推移しているかな、という感じはします。ロケハンの時はもうちょっとね、早い段階で戦線固着しちゃったんで。よし、ここも敵の手段を一気に壊滅させる。選挙は与党の勝利ですね。これは今戦争有利に戦い進んでるからね。当然よ。よし、敵の手段だいぶ壊滅させてるね。これで、まず第4軍がいたので、第4軍の投入場所を検討しましょう。第4軍をどこに投入するか。第4軍は南部戦線に投入だ。南部の方はまだ補給マップ上余裕があるように見えるので、南部の戦線に、第4軍。これを投入していきます。
で一気に南部を蹂躙していく。で、第5軍の方はこのままテヘランを取ったので、テヘランから首都を移転させたエスファーハンに向かいましょう。こんなところですかね。はい。では、今回は一旦ね、イランとの戦争を開戦したというところで、終わりにさせていただいてですね、次回はイランとの戦い、これに勝利するべく、いろんな策をね、打っていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。どうだろうな。まずはこの強襲上陸した部隊と、陸伝隊に進軍している部隊、この軍を合流させることが先決かな。はい。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。